今回のチャルロスいやいやいや自分から何かしてみるってのもありかもねわかったなるほどだいねいや怖くないけど貫通も貫通だよねここでね。リムジンみたいですえここ来たことあるないえもちろんもちろんこっちこっっちちこここで心の目だってここで心の目で入るお邪魔しますだい何もん いらっしゃ。じゃあチャルから行くか。よろしくお願いします大江。元気よ。何オラなの？え？えじゃなくて。恋愛とか仕事とか金とか。さうんなんか今後の。知りたいのは今後の人生。今後の人生でかくてたね。主に何具体的にそのまあ全体的に見ないいのか。仕事とか。うまくいくか。 うまくいくか。女とうまくいかないか。恋愛恋愛も。恋愛も恋愛と仕事。恋愛と仕事。それを分けて占うか、それとも一緒くたにするか。分けた方がいいんじゃない分けます。分けた方が細かくは見れるよ。分けるえ。っとじゃまずはんかとりあえず今後、主に仕事な。じゃ一1から10の間で好きな番号1つどうぞ。うん、6! あよ。 えーっとまあこの先別に2月とかじゃないねとりあえず一旦この先ちょい先ぐらいを見ておけいいんだよなお願いしますえうんえー、っと金の入りもえー、っといわゆるつ横のつながりじゃないけれども仕事上のねそういうのも悪くないしお<ー>それも割と実感し始めてるというか今結構順調かもっていうふうには自分の中では思ってて <laughs> こっから先なんかもう一個新しいことというか、うん、安定しつつもう少し上に行きたいなという思いはあるのかなというふうには思うんだけれどもただうまくはまらないのかなやりたいことがないわけじゃないんだろうけど今どのタイミングでどれをやるべきなのか迷ってま てるというか簡単に言えば今何をすべきなのかはあんまりちょっとピンときてない感じはするかな <laughs> 多分本質的な力的なものはあるんだよそういうスキルだったりだとか自分でできることっていうのはあるし理解もしてるんだけど今それがうまく出せてないってことは、うん、まあタイミングが悪いっていうのもこういうのはあるしどうしてもあとはそのまあそういうどういうお仕事をしてるのか知らんけど。<laughs> 業界的なね流れだったりだとかタイミングだったり流行りだったりとかいろいろそういうマーケティング的なこともあるんでしょ、多分はい かけどマジ何の仕事しろか分かんないからさ何とも言えないけどまあ、大体の職業は大体こういうのは必要だから女あれ当たり前のことを今言ってるけれどもそれがうまく出せてないなーっていうのはまあ確かに実際もったいない気もしなくもないかなり力はあるしもっといけてもおかしくないよねっていうのは周りからも自分でも思ってる感じはするけど。<laughs> <laughs> そう,だよ笑うのいや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 そうな<ー>いや,いや,いやすごいなと思ってそれをどうするかっていうのが占いのあれではあるんだけれども今そのピンとくることがないのであれば面白そうって思ったことやっちゃっていいというかもういいんじゃないかなって感じはするけどな止まってるよりかは動いた方が気持ち的にも楽そうなるほどだよ下手になんか止まって考えたりすると多分落ち込んじゃいそうな気がする んかそうそう自分のなんかそのなんだろうもういろんな方向に悲しくなっちゃうっていうかなんか自分ができることがあるのにそれをその周りがあんまり分かってくれないってなるのもあるしいや逆にやっぱ自分でダメなんじゃねダメなんかっていうふうに落ち込んじゃう部分もなんかもういろんなとこでごちゃごちゃしそうだからそれするぐらいだったら今別に下にいるわけではないから上中下にいるのであれば多分。 中上ぐらいにはいいるんじゃな,いな、ね、上に行きたいっていう気持ちにはカードを見てる感じはするからそれをするためには止まって考えるよりかは動いちゃってその状態をキープしつつまあおもろいなって思ったことをやってみるあとは何かいい何だろうな自分から何かしてみるってのもありかもね分かったす…<笑><笑>大丈夫か でも、巡り自体は本当に悪くない。<laughs> こっから下がることは今んとこないから、それだけ覚えておいてくれいいなぁ。下がることないんだう、えー、今んとこね。いいしばらくは下がることない。すごいよね。うん、えぇ。おかしな,、ね、なんかあるんなんかあるんだね。貫通するところある大丈夫いや。まあ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 。<laughs> <laughs> まあまあまあ。まあまあまあね。 ちょっと待つ、この感じで恋愛聞かれたらちょっと怖すぎるよ。ちょっと待つ、ちょっとこれ。いや、でも恋愛の方に関してはやっぱね、気になるよ。気になる気になるよ。気になるんじゃあ、恋愛も見るよ。お願いします。だい。お願いします。だい。別に特定の悩みがあるわけではない。 こういうことが苦手なんだ、とかあは、まぁ、ないや別にない。とりあえず見ればいいねはいわかりました好きな番号どうぞえ,ー、<laughs> えじゃあ、八8八八ね八なんだなかなまあ現状恋愛に対して何か新点があるかと言われれば特にはないけどそろそろ将来のこと考えてる感じはするのかな いや何、えー、かこうえ、えー、結構なんかぼやっとしてはいるけれどもこのどうなんだろうねこれは多分あれかな周りの人に結構そういうまあ言うなれば既婚の方が多いのかな。なるほどそのまあ愚痴なりねのろけなり聞いてあっ結婚ってこんな感じまあん,なんとなくのイメージはもともとあるとは思うけど。 そっか、じゃあ俺が結婚するってなったらなんど,どうするみたいなやんわり思い始めてるのかなだから恋愛よりも先になんか将来の方にフューチャーしてる感じはするかな見てる方向としてはただ考えてんの恋愛自体はあんまり得意じゃなさそうだからだからなんかそこでなんか止まってる感じはするかなそう,そ,うそうねしたくないわけでもないし こんなマイナスな考えなわけじゃないなんか俺なんて全然恋愛できないみたいなとかではないけどもうたぶん恋愛をしたいかって言われるとなんか半々な気持ちにも見えるななるほどだいねーチョケかチャルなるほどだいヤバいよ大丈夫ライフだい あまり情報がないとねこういうふうに見てくださいっていう情報がないとカードで出た思ったことを言うしかないんでちょっとなるほど、ね、そうそうそうそこは何恋愛でど,どういう方向の占いがき聞きたいのえこれから先運命の人が出会えるかどうかああ<ー>いいじゃんそういうのいいねそういうのそういうの私もそれ聞いたわで、まあ、運命の人が現れるかどうかイエスかノーかっていう占いはあまり僕はしないんだけどほう とりあえず現れるかどうかでいいよろしくお願いします。オーケーじゃあ、10の間で好きな番号1つどうぞ。<laughs> じゃあ、2。OK。えっ、ー、と、運命の人はしばらくはまぁちょっと出ないかなという感じでするなるほど、まあ。まあ、んまあ、そんなすぐにはね。しばらくよ。って感じはするからな。じゃあ、そのうちって感じかいね、まあ。そうかな。えじゃそうだよ。そうだよ。チャール、そうだよ。 そうさっきのだからカードね、の恋愛の流れとっていうか、えっとチ、チャルさんうん。チャルさんが恋愛に対して思ってるイメージとかを合わせると、チャルさん自身がちゃんと恋愛をしないと、ずっと多分結婚とかはできるよ、うん、言うなればう、うん。しようと思えばできる。なるほどね。<laughs> けど、それは目的が結婚で。 まあそれも一つの幸せだと思うからそれをチャロさんがどう取るかは分かんないけど普通に嫁さんができて普通に暮らしてセーフティーな結婚ええーみたいなのは多分できなくはないただまあいうその欲するかは別としても上がり下がりはそんなになさそうだなとうああなるほどだよねああでも安定してるといえば安定してる多分そのこれが営業妨害にならなきゃいいんだけど チャルさん自身が結構大人だから考え方が多分、<laughs> <ー>うん、組めちゃうんだよね多分。なるあんまこれ言っていいのかわかんないけどね。なるほどだえ。そうあなたすごく現実主義というか。そうなんだこれ。ああそうなんだ。<laughs> チャル。割とドライ。いい意味でね。いい意味でドライ。あなるほど。マイラシテランス。あれイメージ変わったな。なるほど。なるほど そうそうそうだ。だいたい刺した。大だいたい,い,たいああなるほど。おお、うん、来店数秒でだいた刺した。<laughs> うん、うん。いやまあだからあのどれをどうメイチャルさんが幸せというか運命とかってそういうふうに捉えるかは別としても、うん、まあ。 いわゆる、えー、パートナーというか人生を添い遂げるパートナーっていうのはチャルさんが作ろうと思えば多分作れる。お<ー>、うん、おなるほどね。おおすごいじゃん。そうそうそうかた。えー、ただまあそのめっちゃ熱があるかって言ったらお互い多分そうでもないのかなって感じすあ<ー>まあでもそれぐらいの方がね安定はしてるけどねあんまりその恋愛恋愛っつってねこれたかれただっつっても疲れるからね。 なるほどだよねだそういうのをしたいっていうんだったらまた話は変わってくるよね <laughs> 人を好きになるっていうことをしばらく忘れてる感じがしなくもない本当 <laughs> <noise>、うん。というか怖がってはいるのかなっていう感じがするほ <laughs>、うん彼怖がってんのか <laughs> いや怖くないけどえー、泣いてねえけどみたいな感じになってけど大丈夫か泣 <laughs> <が>、うん、いてねえしと なるほどだ、ね、どまあだからそうね運命の人アンサーで言えばタイプ別のまあタイプ別っていうかなんていうか現れないってわけではない。なるほどだよね。そうそれで自分が欲してるものと合ってるかどうかはまた別の話やね。なるほどだい。うんまあその現実主義なところをどうするかみたいなところある。<laughs> 合ってればね。<laughs> うーん,うーん <laughs> ー。ちっちゃい。<laughs> ちっちゃい瞬間走んなさいよ。ちょろ球みたいな走ってた。大丈夫だえ。なんか F1 なんかちょろ球とかあるんけど。ね、いたね今なんかね。簡 <laughs>、ね、まあとりあえずこんなもんかな。<laughs> ありがとうございます大え。いいえ。また何かあれば全然。ちょっとあのすごいもうあの貫通も貫通だよね。ハプスマンね。いや君たちがそれに占う。<laughs> 占ってもらう側がちゃんとこういうことを見てほしいって言ってくれない限りはこうなるからいやでもすごい絵占いおもろ人生で初めてやったよ恋愛はもう二度聞くのやめようおハなすごい絵ありがとうありがとう,ありがとうございました、えー